ポーチェプの師匠、ポーチェプは、ロシア西部のブリャンスク州中央部にある都市。デスナ川定地に位置し、デスナ川の右支流、スドスチ川が流れる。州都ブリャンスクからは、南西 84km。人口は2002年国勢調査で17,064人。1989年ソ連国勢調査では16,868人であった。復活大聖堂。 1760年代頃の建物でアントニオリナルディの作品とみなされているポーチェプの街がいつからあったのか起源は不明だが1447年にはリトアニア大公国領の重要都市として記録に現れる1503年にモスクワ大公国の領土となり1710年代頃までは小さな重要性のない街であったその間動乱時代の1610年に ロシア軍とポーランドリトアニア共和国軍との間の激しい戦場になった。ロシアポーランド戦争が終わった1618年、デウリノノア役により、ポーチェプ付近もポーランドリトアニアに割上された。再び、ロシア領となったのは、1686年のロシアポーランド間の高級平和条約で、サガンウクライナがロシア領となって以後である。 大北方戦争中の1708年から1709年にかけて、ピョートル一世は、ロシア帝国陸軍の基地をこの地に置いた。これにより、ポーチェプはこの地方の工芸の中心地として、年一回の定期史が四つも開かれる場所として、重要さを取り戻した。サガンウクライナの平地マン、イバン・スコロパードシクイーが、アレクサンドル・メンシコフに、ポーチェプを与え、 メーンシュコフによりアレキサンドロポリスの要塞が近郊に築かれ、ロシアの官邸のための方をポーチェプで製造するようになった。メーンシュコフの出脚後、ポーチェプの産業は一時衰退した。1750年にヘイチマンクイルイーロロズムオーシクイがここに夏の邸宅を築こうとした。その名残はイタリア人建築家アントニオリナルディの作と伝えられるバロック様式の 復活大聖堂に唯一残っている、ユダヤ人作曲家、マトベイ・ブランテルの聖歌、カチューシャの作曲で知られている詩となったのは1919 19年のことであった。ポーチェプーはユダヤ人の多い町で、ユダヤ人の学校や店などがあり、労働運動や政治運動も盛んに行われた。第二次世界大戦では1941年8月22日に、 ドイツ国防軍に占領されたが、1943年9月21日に、ブリャンスク攻勢を進める赤軍ブリャンスク戦線により、奪還されたが、大勢のユダヤ人が占領中に殺された。ポーチェプ郊外には大量の化学兵器や神経ガスの貯蔵庫がある。これは1997年の化学兵器禁止条約に基づき、化学兵器を監視下において、 処分を待つために作られた施設であり、ロシアの同様の施設の中でも最大級のものである。2008年には処分施設の建設が始まり提訴が置かれた。1760年代に建てられたイタリア人建築家アントニオリナルディの作と伝えられるバロック様式の復活大聖堂、19世紀初頭のイリーンスカや聖堂などが主な古い聖堂である。市内には 歴史博物館もある。25キロメートル先のクラスヌイログには、詩人、小説家のアレクセイ・コンスタンチノビッチ・トルストイの辞書だった場所があり、今日では、博物館になっている。また、その保守である19世紀初頭の木造の生新所、終身大聖堂があり、夫婦で遺体が収められている。ポーチェプには、食品工業、繊維工業、 生材業などの軽工業が立地する。また、ロシアにおける最大級の化学兵器処理施設が設けられることになっている。ポーチェプの街には、1887年に開通したブリャンスクホメリブレスト間の鉄道が走っている。モスクワからキエフ方面へ伸びる M3 幹線道路からブリャンスクで M13 幹線道路が分かれており、ポーチェプを通っている。その先は、 ノボズイプコフ製法で、ベラルーシ国境を越え、ホメリーピンスクコブリンと、ベラルーシ南部を東西に横断している。ありがとうございます。